はようございます。記者の皆様には大変忙しい中、当社まで今回の定例記者会見ご出席いただきまして本当にありがとうございます。そして平成30年に入りまして最初の会見になります。昨年は防災食育センターをはじめさまざまな事業を取り上げていただきましたことを感謝申し上げる次第でございます。本年もよろしくお願い申し上げます。そして今年の冬は、大寒波の襲来ということで全国各地、特に北陸の方は、昨日小松の市長さんとお会いしたんですけれども、大変な状況だということで、一言ではないというふうに思っております。先月の22日に4年ぶりの大雪に見舞われまして、私どもも市内の事業者とそれから市の職員80名ほどで雪の整備に覆われたわけでございます。もう25センチぐらいの積雪があったということでございますので、朝の5時から職員も一生懸命市内に雪をどけるような作業を一生懸命やってくれました。おかげさまで差したる事故もなく、と胸をなで下ろしたところでございます。そして今ピョンチャンのオリンピックがもう大変盛り上がっているところでございます。長野オリンピックのメダル10個に並ぶということで、選手団も本当に頑張っているところでございますが、これがこの盛り上がりが2020年の東京大会の成功に向けての金の挑戦につながることを期待しているところでございます。さてそれともう一つのお話でございますけれども、すでにご承知のことと思いますけれども、先週の14日から16日にかけまして小池都知事と市町村長との意見交換が実施されました。宇佐市は、2月の14日5時半ごろから小池知事とお会いしまして、お話をさせていただきました。今年度のまず一押し事業を話せということでございましたので、防災食育センターの建設事業と、それに伴う中学校給食の実施のお話をさせていただきました。そして来年から、どういうふうな事業を行うのかということでございますので、最後に西口の再開発について詳しくお話をさせていただいたところでございます。これまで西多摩の玄関口でございました宇佐市は商業の町として発展をしてきました。近年なかなかそれも叶わないところでございますので、今宇佐駅西口の準備組合が立ち上がったところで再開発に向けてのこれから一歩一歩着実に進めていきたいというふうな思いを込めまして、都知事とも意見交換をさせていただきました。都知事からは計画づくりについては東京都としても技術的支援と、そして今後とも助成制度活用などを含めて支援をしていきたいというお話も受け止まったところでございます。そして来年度はこれ以外にも後ほど担当が説明をさせていただきますけれども、宇佐市子育て世代包括支援センターの開設などさまざまな事業を実施してまいりたいと考えております。ぜひこれも取材で取り上げていただければというふうな思いでございます。それでは本日の記者会見についてでございますが、3月議会定例会に提出する議会案件と補正予算案、平成30年度予算案について説明をさせていただきました後、7件の案件について担当から説明をいたします。先ほど少し触れましたが、宇佐市子育て世代包括支援センターをはじめ総合窓口課からはウェルカムベイビーファイルキットについて、また教育委員会からは平成30年度の宇佐市英語教育推進計画について、公民館と秘書広報課合同で制作いたしましたシベリア抑留ドキュメント動画などについて説明をいたします。詳細につきましてはこれから担当が説明いたしますのでよろしくお願いを申し上げます。これで私からも冒頭の挨拶をさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。おはようございます。総務部長の小島と申します。よろしくお願いいたします。それでは議会の日程及び案件等について説明を申し上げます。お手元資料次第から3枚目になります。資料1の1、平成30年第1回定例会会期日程案をご覧ください。本定例会の会議につきましては2月の27日から3月の27日までの29日間でございます。
2月の27日から3月の2日までの4日間は本会議で一般質問と議案審議を予定しております。予算審査特別委員会は6日から9日までの4日間でございます。常任委員会につきましては13日が建設環境委員会、14日が市民構成委員会、15日が総務文教委員会でございます。16日は横崎市対策特別委員会と町の魅力づくり対策特別委員会が予定されております。次の資料1の2をご覧になります。一般質問につきましては16名の議員から通告がございまして、通告時間は合計で14時間15分でございます。質問内容等につきましては後ほどご参照を願います。続きまして資料1の3、平成30年第1回福生市議会定例会議事日程をご覧願います。議案内容のうち主な条例案等の説明をさせていただきます。予定案件は全部で29件でございます。内訳といたしまして条例改正案件16件、条例制定案件3件、規約変更1件、補正予算案件2件、平成30年度当初予算案件5件、契約同意1件、指導廃止路線、路線廃止1件でございます。このうち条例改正および条例制定案件につきましては、法令改正の伴うもの、組織改正に伴うもの、職員の休暇・休養に関するものなどのほか、日程第14、議案第15、福生市介護保険条例の一部を改正する条例は、介護保険の保険料の改定につきまして、ページをおめくりいただきまして、日程第18、議案第14号、福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険税の改定についてでございます。そして日程第25、議案第21号から日程第31、議案第27号までの7件の補正予算および当初予算の案件につきましては、この後企画財政部長から説明をいたします。また日程第34の1件の陳情につきましては資料1の3として最後に続っておりますので、後ほどご参照を願います。私からは以上でございます。おはようございます。企画財政部長の橋本でございます。よろしくお願いします。それでは私の方からは3の平成29年度補正予算案について、並びに4の平成30年度予算案について説明をさせていただきます。まず3の平成30年第1回定例会予定の補正予算案につきまして、資料の2の1により説明をさせています。今回はご覧のとおり、一般会計と後期高齢者医療特別会計の2会計の補正予算となっております。補正額につきましては合計で1億5717万円の増額でございます。2ページから5ページは科目別の補正額となっておりますが、補正予算の内容につきましては6ページ以降で説明をさせていただきます。6ページをお願いいたします。一般会計補正予算第6号でございます。まず歳入でございますが、金額の右の丸数字は関連する歳入歳出を同じ番号としておりますが、ここでは主なものを申し上げます。まず国庫支出金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、いわゆる救助交付金でございますが、交付額の確定に伴う増額でございます。なお、この補正額の全額を歳出で基金へ積み立てるものとしております。次に飛びまして寄付金でございますが、まちづくり寄付金で昨年の7月から12月までの31件164万3000円をいただいたものでございます。このうち子育て広場事業に直接充当する1万5000円を除いた額を歳出で基金への積み立てとしております。
続きまして歳出でございます。まず民生費の2つ目、保育所運営事業の安全対策強化事業補助金は、歳入にございます子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金を活用しまして、市内保育園が行う監視モニターやベビーセンサー等の設備設置に対し補助金を交付するものでございます。またその下の認定子ども園施設型給付事業につきましても同様でございます。7ページをお願いいたします。少子出勤のふるさと人づくりまちづくり基金積立金と特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金はいずれも歳入の増額分などを基金へ積み立てるものでございます。次に後期高齢者医療特別会計補正予算第1号でございます。この補正につきましては平成28年度の生産および広域連合分布金などの決算見込みによるものでございます。続きまして4、平成30年度補正予算案について説明させていただきます。それ言います。資料は 2-2 をお願いいたします。まず1の各会計の予算規模でございますが、一般会計につきましては244億円で、昨年9月に稼働いたしました防災食育センター整備事業や市役所向かいにございます木製会館建設事業が終了いたしましたが、新埠頭会館整備事業、福祉センター設備改良事業、富士見通り整備事業などの大規模事業が本格実施されることから、前年度あるいは前々年度に次ぐ過去3番目に大きな規模となっております。前年度との比較では4億1000万円率で 1.7% の減でございます。その下の国民健康保険特別会計は平成30年度から広域連合化となり、その予算額でございますが68億8405万7000円で、前年度比11億3351万2000円 14.1% の減となっております。以下特別会計はご覧の通りとなっておりまして、一般会計と合わせた合計では380億6769万円で、前年度比15億9923万3000円 4.0% の減でございます。下の表2の一般会計予算額前年度比較表は歳入でございます。次の2ページは歳出の目的別性質別の内訳でございますが、3ページ以降の平成30年度の当初予算に盛り込みました主な事業につきまして説明させていただきます。3ページの主要建設事業一覧表をご覧ください。ナンバー1、福祉センター設備改良事業2億767万2000円は、老朽化した空調や入浴設備を更新するとともに照明器具を LED 化するもので平成31年度までの事業でございます。ナンバー2、保育所運営事業の杉の子第二保育園建設費補助金2億9547万8000円は、平成28年度の杉の子第三保育園、平成29年度の福生杉の子保育園に続き、社会福祉法人志向福祉会が実施する杉の子第二保育園の園舎建て替えの費用を一部助成するものでございます。ナンバー8、都市計画道路347号富士見通り線整備事業5億4374万円は、福生駅から国道16号線を結ぶ幹線道路で、そのうち福生駅東口交差点から産業道路間の約350メートルを第一工区として整備するもので、前年度に引き続き実施するものでございます。なお工期は平成34年度までとなっております。ナンバー17、小学校防音機能普及事業4億2831万3000円は、小学校の老朽化した空調を整備するもので、平成30年度は福生第3、第5小学校の工事、
および宇佐第六小学校の設計を行うものでございます。ナンバー21新扶桑会館整備事業3億390万4千円は宇佐消防署の建て替え工事に伴い現在の扶桑会館用地を東京都に無償貸与するため扶桑会館の代替用地、代替施設を宇佐駅西口にございました市営駐車場を取り壊しナンバー12の市営駐車場整備事業およびナンバー14の樹脂防災倉庫整備事業と合わせ整備するもので平成31年度の供用開始を予定しております。4ページ以降は平成30年度当初予算に計上しております各部ごとの主な事業でございます。このうち新規事業は11件改善項目41件でございます。以上大変雑把でございますが私からの説明とさせていただきます。子ども家庭支援課長の小川でございます。本日よろしくお願いいたします。私からは資料番号3の1により保健師臨床心理士が常駐し子育て世代をサポートいたします宇佐市子育て世代包括支援センターの開設につきましてご説明申し上げます。宇佐市では子育てするなら宇佐を合言葉に子育て支援の充実に努めているところでございます。保健センターではこれまでも母子保健に関するさまざまな施策を展開してまいりました。本年4月からはさらに安心して子育てできる環境の充実を図るため保健センター2階の一部を改修し宇佐市子育て世代包括支援センターを開設することとしております。当センターでは母子保健事業に関する専門知識を有する保健師と発達に関し専門知識を有する臨床心理士が常駐しお一人お一人の状況に応じた妊娠期から子育て期主に未就学児を対象に切り目のないサポートを行ってまいります。本市の子育て世代包括支援センターによるサポート体制の特徴でございますが大きく3点1点目は産前産後の早い時期からのきめ細かな支援でございます。母子健康手帳交付時の全ての妊婦を対象に保健師が30分から1時間程度の面接を行い心身の状況や家庭の状況を把握しその方が必要とする相談場所やあるいは利用できるサービス等につきまして情報提供を行ってまいります。また本事業の肝となる部分でございますがこれから始まる子育てをどのように取り組んでいけばよいのかご本人と話し合いを重ねた上で子育ての道しるべとしていただく支援プランを作成をいたします。市ではこの支援プランをもとに関係部署が連携して妊娠期から子育て期まで必要なサポートを全力で行ってまいります。また定期的に支援プランを見直していくことで最新のご家庭の状況に応じた必要な支援がスムーズに届くようにしてまいります。次に2点目ですが発達が気になるお子さんの支援でございます。臨床心理士による相談支援のほか保育施設等への定期的に巡回訪問し発達に関連いたします各種相談に応対をしてまいります。続いて3点目でございますが子育て支援のための地域づくりでございます。母子保健施策と子育て施策を同時に提供することで市民の皆様にとってより安心して子育てしやすい町づくりを進めてまいります。このように妊産婦及び乳幼児の事情把握に努め母子保健子育て施策との一体的な支援を行うことで妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援体制が構築できまた子育て支援の一層の充実につながるものと考えております。それ言いますが資料の2面をご覧いただきたく存じます。本事業のモデルを実施したものでございます。次に事業概要でございますけれども主幹部は福祉保健部健康課が実施したいとなってまいります。本年4月より宇佐市保健センター2階におきまして月曜日から土曜日の午前8時30分より午後5時15分、水曜日におきましては午後8時まで、
宇佐市子育て世代包括支援センターの事業に取り組んでまいります。繰り返しになりますけれども、本事業を通じ子育てするなら宇佐の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。大変雑把でございますが、説明は以上とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。市民部総合窓口課長の北村と申します。私からは6のウェルカムベビー配布キットを配布しますについてご説明をします。資料は 3-2 になります。あとこちらの袋に入っています、見本もご覧になりながらお聞きいただきください。よろしくお願いいたします。このファイルにつきましては出生届のコピーを挟んでいただいて、お誕生の日の喜びをいつまでもご覧いただきたいということで作成したものでございます。4月から新たに開設される子育て世代包括支援センターで交付される母子健康手帳と一緒に配布を開始いたします。なお、もうすでに母子健康手帳を受け取られている方につきましては、総合窓口課の窓口で配布をいたします。このファイルなんですけれども、表面のところにお子様のお名前や誕生日、身長、体重などを書けるようになっています。そして中面のところなんですが、フリースペースになっていまして、お子様の写真を貼っていただいたり、手形や足形を押していただくなんていう使い方もできるかなと思います。そして中面の右側はお名前の由来、家族からのメッセージを書けるようになっています。このファイルのデザインなんですけれども、市内で活動しています現役の子育て世代のママサークル、公民館のサークルなんですが、そのサークルにデザインをしていただきました。そしてこの紐をつけてジャスキットにしましょうというアイデアもそのサークルの方からいただいたものです。使い方としては、真ん中にこう紐をご自分で渡していただいて、受賞届をコピーして挟んでいただくという形になります。お誕生の喜びをしばらくしてから子育てを悩む日にも振り返ってみていただくと、小学校の授業の中で生まれた時のことをご両親に聞いてきてというような場面があります。そんな時にこれをお子様と見ていただいて、あ、こんなことがあったのねっていうような形で使っていただければ嬉しいなと思います。委員会教育部英語教育推進担当士官の林信之と申します。日頃より本市の英語教育にご理解ご支援をいただきまして誠にありがとうございます。本日は平成30年度の英語教育重点事業について説明をいたします。平成28年度から5カ年の計画でスタートしました宇佐市英語教育推進計画プランフォー2020も来年度で3年目を迎えます。この間、東京都の学力調査や英検において本市の児童生徒は着実な英語力の伸びを見せてまいりました。すでに軌道に乗った本市の推進計画ではありますが、折り返しの3年目を迎え、決して守りに入らず、一層の充実のために火花を散らす4つの重点施策、スパーク4を展開いたします。お手元の資料3-3をご覧ください。重点事業の1点目は、小学校 ALT 配置日数の倍増でございます。本市では来年度より、新学習指導要領の先行実施を完全実施と同じ時数で行います。現在の授業時数から倍の授業時数になりますことから、 ALT の配置日数もそれに伴い倍増をいたします。本市の小学校、学級担任はすでに一人で英語の授業を行う指導力を備えておりますが、そこに ALT が入ることでより活発なコミュニケーション活動が展開できることになります。2点目は、実用英語基調検定英検の公費受験制度、英検福祉モデルにつきまして、これまでは希望受験でありました小学校6年生を平成30年度から全員受験に移行します。新学習指導要領先行実施において新たに文字や文構造の指導を行うことから、当初の計画通り全員受験に移行することといたしました。参考までに、希望受験で行いました今年度の受験率は 47.8% で、すでに2人に1人が受験をしておりました。本英検福祉モデルではこれまでに大きな成果を上げておりまして、中学校3年生の英検3級以上の実質所持率は平成28年度の東京都の 29.3% に対して、本市では今年度すでに 53.3%、 2人に1人が
英検3級以上を取得している状況になっております。引き続き 50% 以上の実質昇進率を維持してまいりたいと考えております。重点事業の3点目は ICT 機器を活用した視覚的授業の展開です。現在市教育委員会は全小中学校に4台から5台のセルラー方式のタブレット端末を英語指導用として対応しています。本市の英語の授業は本タブレット端末、ノートパソコン、大型モニターを活用したプレゼンテーションを導入に用いるという基本スタイルになっています。児童生徒が主体的に考える授業の支援の手立てとして授業が分かりやすいと児童生徒には大変好評でございます。ぜひ一度授業の様子をご取材いただけたらと存じます。4点目の重点事業が全ての基礎となりますが、新学習指導要領の先行実施にあたって教員が指導に迷ったり悩んだりすることがないよう、市教育委員会では小学校1年生から6年生までの全授業時間分の学習指導案を作成しています。本市学習指導案は Teachers Compass for Teaching English in Elementary Schools、 通称コンパスとして、文字通り教員の羅針盤となるべく現在印刷工程に入っているところでございます。これまでの平成27年度重点施策プログレス5から始まる本市の英語教育改革によって、すでに中学校におきましては英語による英語の授業に移行し、また小学校においても校内にあふれる英語の掲示物や福さ一章や五章では児童の校内放送を一部英語化するなど、英語の街福さとも呼べる状況が展開されております。新学習指導要領によって教育がどう変わっていくのか、本市はすでに先行して取り組みを行っておりますので、平成30年度も火花を散らす4つの重点施策スパーク4にぜひご期待いただき、ご取材をいただけたらと存じます。よろしくお願いいたします。以上でございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは北村優会本原画展およびワークショップについてでございます。資料3の本をご覧ください。資料の上部学内に書かれております通り、昨日2月の20日から3月4日まで図書館としては恒例であります絵本の原画展を行っております。今年は北村優香氏の絵本のとんだばあさんとおにぎり忍者お米ヶ浜の決戦という原画46点を展示しております。子どもたちにとって絵本は初めて出会う美術です。絵本の原画を鑑賞することで子どもたちの感性を育み、保護者の絵本への関心を引き出します。原画ではこんな色だったけど絵本は違う色、なんでだろうといった疑問は興味へと導き、知らない世界を知ることの嬉しさを感じるようになります。今回の原画展のセールスポイントは2つございます。1点目はフォトブースを設けた点でございます。展示室内の壁に手作りのブースを設けまして、北村氏の絵本の世界観を作りました。参考にしましたのはとんだばあさんのページになります。そこで友達同士、親子同士で写真を撮り合っていただいても構いません。通常でしたら著作権の関係で写真撮影はお断りがほとんどなのですが、北村氏のご好意により展示室内の原画はすべて使用許可を得ておりますので、今流行りのインスタ映えをする写真を思い思いに撮っていただき SNS に投稿していただいても構いません。展示室内には北村氏の作品である絵本を置きまして、原画展終了時の貸し出しを可能としてございます。2点目はワークショップの実施でございます。展示の最終日にあたります3月4日には北村氏本人が福生市立中央図書館にいらっしゃり、動物変身カードを子どもたちと一緒に作っていただけます。みんなでクレヨンを片手に夢中になって作る姿は、笠井真理文、北村優香へクレヨンが折れた時という絵本を想像させます。どんな動物たちが現れるのか楽しみです。対象は小学生以上で定員は30名です。まだ空きはございます。またこの日は北村氏がとんだばあさんの身に聞かせをしていただきます。説明は以上でございますが、原画展の最終日3月4日の午後2時からワークショップをやりますので、
再び取材に来ていただけると子どもたちの笑顔がたくさん見られるかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。シティセールス推進課の藤垣でございます。福生市では小中学生に向けて消費者問題を啓発する漫画を配布いたしますので、これをご紹介させていただきます。資料は 3-5 でございます。近年消費者問題は多様化しておりまして、全ての年代で消費者被害が報告されている状況でございます。今回の配布物は被害やトラブルに遭わないためにご家庭で話し合うきっかけにしていただければと考えて作成しております。このため児童生徒が興味を持ちやすい漫画形式の冊子といたしております。内容といたしましては、小学校1年生から4年生向けは振り込め詐欺に関するもの、また小学5年生から中学3年生向けはスマートフォンで遊べるゲームでの課金トラブルに関するものとなっております。3月中旬に全児童生徒への配布を予定しております。消費者問題啓発漫画につきましては以上でございます。続きまして、第35回福生桜まつりについてご説明させていただきます。資料は 3-6 でございます。今回で35回目を迎えます福生桜まつりでございますが、今年の開催期間は3月31日土曜日から4月8日の日曜日となっております。開会式は初日の3月31日土曜日午前10時30分からメイン会場の行事にした公園で行います。桜まつりの範囲といたしましては、多摩川堤防沿い永田橋から睦弥橋まででございます。全長約 2.5 キロにわたるソメイヨシノの桜並木は例年来場者から壮観との評判をいただいているところでございます。夜間は提灯によるライトアップも行いますので、夜桜も楽しんでいただけることと考えております。添付しております第35回福生桜まつり行事一覧をご覧ください。開催期間中の土日にはメイン会場の明神下公園におきまして記載の通り多くのイベントを行います。近隣の協会が運営する模擬店での食販、ミニ販店や観光物等の物販も合わせて行ってまいりますので、多くの皆様にご来場いただければと考えております。最後になりますが、写真コンクールのチラシをご覧ください。今年も福生桜まつりに合わせて写真コンクールを開催いたします。応募写真の受付期間は祭り初日の3月31日土曜日から4月27日金曜日までとなっております。ご応募をお待ちいたしております。説明は以上でございます。ぜひ記事にお取り上げくださいますようよろしくお願い申し上げます。私は福生市公民館少年文館の副館長をしております森田と申します。私からは11番記憶のアーカイブプロジェクト、行き先も分からずに20歳の初年兵シベリア抑留の記憶を公開、こちらについてご説明をさせていただきたいと思います。資料番号は 3-7 になります。ではよろしくお願いします。福生市ではシベリア抑留の体験者である近田昭義さんのドキュメンタリー映像、行き先も分からずに20歳の初年兵シベリア抑留の記憶を制作し、2月の27日火曜日から福生市のホームページと YouTube で公開する予定でございます。また映像はシベリア抑留の実相構成に伝える貴重な資料として、京都府舞鶴市にあります舞鶴引揚記念館等に提供させていただき、活用を進めてまいります。近田昭義さん、福生市在住の方で92歳の方ですが、こちらの方は太平洋戦争終結後、ソビエト連邦の捕虜として約3年間モンゴル、
それからウクライナなどで強制労働を強いられた経験をお持ちです。マイナス20度を超える極寒での野外労働に加え、粗末な食料事情などで多くのお仲間を失いました。福生市公民館少林文館では、そうした体験の記録を後世に残し、未来に語り継いでいくため、ドキュメンタリー映像の制作を企画いたしました。記憶のアーカイブプロジェクトと銘打ち、市の広報課の協力のもと、延べ4時間を超えるインタビューを行いまして、編集からナレーション録音まで両課の職員の手で3ヶ月をかけて制作をいたしました。ナレーションは私が務めさせていただいております。そして映像は2月の27日午前10時から福生市のホームページおよび YouTube で公開をさせていただく予定としております。そしてここで皆様には、仮の冒頭ではございますが、ダイジェスト映像がございますので、ご覧いただきたいと思います。シベリア抑留と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか？シベリア抑留とは、太平洋戦争終結後、投降した日本人らをソ連の不当に拘束し、自国の労働力として強制的に労働を強いたこと。極寒冬飢えなど、劣悪な労働環境により、遠く離れたシベリアの地で多くの抑留者が死亡しました。ここに、終戦後、長く苦しい強制労働に耐え抜いた一人の男性がいます。近田清さん、92歳。近田さんは終戦後、ソ連の捕虜として、死と隣り合わせの強制労働を強いられました。近田さんはその辛い経験の多くをこれまで家族にも語ってきませんでした。ですが、2016年に行われた福生市の平和記念事業を契機、その経験を少しずつ後世に伝えようとしています。初めてカメラの前でその抑留の記憶を語ってもらいました。見えてきたのは戦争下の理不尽な現実と、それに振り回される人間の姿。そこで初めて実弾を人に向けて撃ったのが初めてです。戦争の悲惨さ、
1930年10月から13年間の間に旧ソ連満州からの引き上げ者約66万人を受け入れてこられました。昭和63年の4月に多くの引き上げ者が祖国への第一歩を踏みしめたこの地に全国からの寄付金を受けて設立したのが舞鶴引き上げ記念館でございます。平成27年の戦後70周年には1万6000点に及ぶ収蔵資料のうちの570点がユネスコ世界記憶遺産に登録されました。昨年当館で開催しました、これは近田さんに講師を務めていただきました平和講演会を実施するにあたりまして、私は個人的に舞鶴引上記念館を訪れ関係者の方から抑留のことを教えていただいたことがきっかけで交流を続けてまいりました。今回の映像制作にあたりまして貴重な資料をお借りしまして、そのおかげでシベリア抑留の様子が幅広い年代の方に伝わるような内容に仕上がっております。戦争の体験者が高齢化していく中こういった記録映像を残すということは福生市のみならず社会全体にとって大変意義のあることと考えております。そうした観点からこの映像はご協力をいただいた舞鶴引上記念館さんにご提供するほか今後関係する団体などにも提供を呼びかけていきたいと思っております。以上でございます。ありがとうございました。